先ほどもお話しましたミスターエボジャパンアルスラン・アッシュ、あのパキスタン旋風も2019年ですか。はい、もう早くも3年ほどが4年ほどが経過しようとしております。未だに我々の脳裏に鮮烈に焼き付いておりますが、そこでデビューをしたのがこのエボジャパン2019だったということでございます。全くのノーマークだったパキスタンのアルスラン・アッシュ、無名のままエボジャパン2019を優勝するという快挙を成し遂げました。今やノーマークどころかマークされる側ですからね。そうですね、大注目。優勝候補の一角アルスラン・アッシュ対するは SER もね、プロライセンスを取ったばかりのね、フレッシュでかつ乗ってるプレイヤーですから、はい、キャラクターの組み合わせはおそらく前回のワンジャパンのワンの大会と一緒だと思いますけれども、見ていきましょう。ザフィーナ VS エディになりました。アルスラン・アッシュ VSSER、やはりね、このエボジャパン日本で行われるっていうこともあって、これまで時勢の関係でね、そのパキスタン対日本の強豪っていうのはなかなか見れることができなかったじゃないですか、はい、こういう試合を見れるのがね、やっぱエボジャパンのいいところですよね。エボジャパンのいいところでもあり、オフラインのいいところでもありますよね、はい、さあ選ばれたのはジャングルステージランダムセレクトです。1戦目キャラクターの組み合わせとしてはかなりザフィーナ側が有利とされている、はい、ザフィーナ対エディ。ただエディ側がラウンドの前半に 有利というか体力的なアドバンテージを取ったときに、そうなって逃げるとザフィーナ側も面倒じゃないですか。そうですね、はい、この辺りその対局感とかプランというのが非常に重要になってくると思います。いや本当に序盤の体力リードですよね。いやベヘラで暴れている、壁壊してからのうわっと2択だ、ダブルアップですか、もうついた選択肢。パキスタンを滑る王アルスランシュに対して絡めての一撃、SER 先生です。ミスターエボジャパンを破ることができるか。有利フレームから攻めを展開する。やはりこの左かかとですね、ザフィーナのこの左かかとを追い払うすべて有効な手段がエディは乏しい。いわゆる他のキャラクターで右アッパーとかそういう技があんまりないですからね、ハイキックでしたりとか、あとは横移動で避けるということもエディはできないので、そういったところもこの組み合わせザフィーナが有利なのですが、そんな組み合わせをことごとく人生において跳ねのけてきたのがこの SER。 スカルディモンに対してやはり左かかとが有効です。発生とコマンドの関係でそう連発できる技ではないので、はい、ザフィーナも慎重に打たなきゃいけないですよね。壁登りここ無理しないじゃないですか、こういうプランでいいんですよね。これが福士さんが最初言っていたザフィーナの体力リードですね。ジラトリあまりに距離が遠すぎる。エディもこうなるとね、崩すの難しいんですよね。いやこれですね、アルスラン・アッシュのバックダッシュかけるザフィーナの機動力、人間性能とキャラクター性能の掛け算。鬼に金棒ってこういう時使うんでしょうね、はい、非常に精細なコマンドテクニックを持っていますアルスラン・アッシュ。これも左アッパーで拾うことができます。ザフィーナ有利ですね。左かかと切り返しがないエディ、浮かせたかった。ファイスカ使っている。今のファイスカもあわや後ろ LP を食らいかねないんで危ないですよね。危ないですね。でもファイスカは打たざるを得ないでしょうね。そうですね、どっかでは当てないと。そしてこの両パンに対してもいい確定反撃を持っていないエディ、不利な部分を探せばありとあらゆることが出てくるか。いやこうなんですよね、 SER はこのエディというピーキーなキャラクターを使ってありとあらゆる不利な組み合わせを突破してきてる男です。エディ T シャツのアピールなんせ一本槍ですからね、職人中の職人ですよ、はい、誰が来てもエディしか使わないですからね。エディ1本でプロライセンスを獲得しているこの男、根性が違うというか、対応してきたもうくぐってきた修羅場の数が違うんですよね。かなり余裕を持った勝利でしたね。ここはアルスラン・アッシュキャラクター変更ではなく無限ステージにカーソルを合わせています。確かに無限ステージのザフィーナであればさらに守れると。はいいやしかしね、無限ステージカーソルを合わせてから決定までに時間があったのは、エディの得意ステージも無限なんだよなという思いがおそらくアルスラン・アッシュの中にあったでしょう。横移動はもう比べるべくもないですけど、バックダッシュに関してはエディもですね、ザフィーナに負けず劣らず速いですからね。そうですね。そして遠距離のスカガクという意味ではエディに分がありますから、はい、さあ無限ステージ2戦目、日本の SER がアルスラーシュに先行1試合トゥースマッシュ、やはりこのトゥースマのペテン師との異名を持っている SER、 このゲイシャーダという技はもう鉄拳シリーズを通してずっと強力なトゥースマッシュなんですよね。タッチタッチ RK というコマンドで出るんですけども、はい、判定も強いしダメージもそこそこだし頼れる技ですよね。エディー・ザフィーナのエディの数少ない有利なポイントが、このケイシャーダに対してちょうどいいスカシ確定あんまり持ってないんですよね。ザフィーナがね、ビリバ持ってればねっていうところなんでしょうね。確かに、いやこれだ、これがビリバ。ザフィーナがこの技を持っていたらケイシャーダに対してもリスク与えられるんですが、そうはいかない。強いぞ SER。 まさかこのパキスタン旋風、エボジャパンから始まったパキスタン旋風、エボジャパンこれ2023で黄色信号を点滅してしまうのか。だが両パンです。ミスになった、ミスになった、珍しいですね。マエル K がマエル K になっちゃいましたね。タックルは切っている。ジャブから入って両パン、これはだいぶ楽になりましたね。はい、お起き上がりがいいぞ、素晴らしいルピですね。ここまで確定。さあゴリゴリいってますよ。1回レイジドライブが、そしてここは2択にいった。うん、ここは安定コモですね。ただこのラウンドもちょっとヒヤッとしましたよね。はい、SER あと2ラウンドだ、いけるのか。もう優勝候補アルスランシュに対してこれ入らないですね。一発多かったですね。そうなんですよね、2発目をガードしてないと右パンチは割り込めません。2発目がスカっていたので右パンチは割り込めないんです。判断が非常に難しい。エディのジャムの判定も高そうですし、ワンツーだとね3発目に潜られちゃうんで、はい、ダメなんですよね。低いジャムのキャラクターだといけるんですよね。はい、木面賞とかピリオドみたいな技だと勝てるんですが、ド安定が結構シャガパンとかになっちゃうんで難しいですよね。さあゆっくりとした無限ステージの試合展開、使っている。だが暴れて、やはり両パンチに勝機を見出していそうレイジ状態です。 SER 距離が遠い、もう完全削り体制のアルスランシュ逃げていますが、もう一発、もう一回バックです。バックダッシュ、あえてのしゃが座りっぱなしでしたね。もう一回だ、さすがにか。いやでも SER も全く諦めていないですね、追いかける形。そしてラウンドを、ゲームを先行していたのでステージ選択の権利が SER に移ります。得意な無限ステージだけどザフィーナの方がランダムだ、出ました。この SER 勝負師、ステージ選択権があってもランダムセレクトを大会でよく使用します。選ばれたのは神殿、最もピーキーなステージじゃないですか。そうですね、叩きつけ系の技エディも多く持ってますからね。まあそのエディは、壁コンボで床を破壊した後に、追撃系ダウン追い打ち系のコンボがあるの でザフィーナはそんなに減らない、そんなに減らないですよね。うん、床を破壊した壁コンボが、なのでこれは SER にとってはいいステージをランダムで引いたんじゃないですか。始まります決定戦。昨年行われた 1E スポーツファイトでもこの2人戦いましたが、その時アルスランシュが勝っています。その時 SER がアルスランシュをあと1分まで追い詰めたんですけど、競り負けてしまって SER が勝ちたさが出てしまったって後で反省してたんですよね。だとしたらなおさらリベンジの機会負けられないですね。あの時のリベンジを今 SER、 さあ構えを駆使してダメージを重ねていけます。アルスランシュ長いジュラトラみたいな技持ってますよ。遠い、うん、相手の出し切りです。レイジが近い、下から中段しっかりガード割り込んでいる。まずは1回ビラある、うまい、はい、これは剥がして、そんなの入るの。ドライブ純粋に痛くだ、ガードしている。いや今ちょっと迷いましたよね、剥がし直して、はい、床割ろうかなどうしようかな。そうですね、オトペラダはガードされている。下段一発1-0、アルスランシュリード、追い払いの 3LP です。遠い、下段でフォローするのは SER、 出し切り遠いですね。うますぎ、前ダッシュジャブ、反撃がうますぎますね。なんかファイアとでカットしていく、前の人に合わせてバルムングッときますね。お互い防御力がうまっ、すかし確定割ってで離して LK ダメージが高い、ダメージ重視の方ですね。置き攻めもついてくる。やはりエボジャパンはこの男の舞台なのか。パキスタンアルスランシュがリーチです。マイナス14、反撃を返せ。バイスカが引っかかってくれればそこそこのダメージになります。ということでヘベル3を最初打ったんですけど、あんま当たらなそうでしたから、これはね状況が違うのでダウン追撃系ができなかったですね。ジャブだがバックのしか早い。追い込まれていますカビギは。脱出した SER イヤーウィークから下段ミドガルゾールム、いや追い払っている。いつからでもガードちょっとピンチだ。シンプルに中段下段の2択で体力リード守りきりました。勝ったのはパキスタンアルスランシュ。